はようございます。市木かれんです。今日はですね、こちらマスクインフェスのポスターを貼りに一日ね、ちょっと車で走り回っていろんな釣り具屋さんとかボート屋さんとかに貼ってくださいっていうお願いをして回ろうかなと思います。まず来たのはこちら、今工事中なんですけど、いつもお世話になってる松屋ボートさん。ちょうどね、ちょっと私今日寝坊しまして、到着が1時間遅れになってしまったので、とりあえず今からお昼を食べて貼ってもらって、それから、この近隣の釣り具屋さんとか、あとは帰り道、千葉、東京帰る帰り道に千葉方面を寄っていろいろ貼ってもらいにお願いをしに行って帰ろうかなと思います。なので今日はほとんどドライブみたいな感じで一人でこれをね、広報活動を頑張りたいと思います。看板猫リンさん、夢中で食べてるの。じゃじゃーん、買っていただきました。続いてやってきたのがプロショップケイズさんですね。プロショップケイズさん、心よく貼っていただきました。ありがとうございます。ついでに買い物もしてしまいました。次はアウトレックさんに行こうかなと思います。そしてその後、イタコの方に移動して、イタコ釣り具センターと、あとサイト51さんに行って千葉を回って帰ろうかなという感じでございます。ちょっとね、工事の音入っちゃうので車で撮影になっちゃったんですけど、じゃあ行きましょう。引き続き、続きましてアウトレックさんにやってきました。そんな大々的にここにやっといて、あとでちょっと考えます。ありがとうございます。いや、こんな目の前にありがとうございます。あとでアウトレックさん、はい、も貼っていただきました。ありがとうございます。はい、タコ釣り具センターにやってきました。村田はじめさんのお店ですね。すずちゃんいやー、ちょっと私村田さんと話したことないんで、村田さんとお会いしたことがないので、まあでも今日多分いらっしゃらないと思うんですけど、車が止まってないから、なのでちょっと緊張しますが行ってきます。なんと村田さんが、はじめさんがいらっしゃって、少しお話しさせていただきました。いやー、めっちゃ緊張した。やっぱレジェンドなのでね、すごい気さくな方でありがとうございます。そして、次はもっと北浦寄りのサイト51に行きます。まあ、そこはジャッカルの馬場さんがね、もともと働いてたお店なので大丈夫だと思うんですけどとりあえず行きたいと思います。いやー、めっちゃ緊張した。サイト51さん、ありがとうございます。これよく、すごい一番目立つとこに貼っていただきました。あとどこ行こうかな、どこ行ったらいいと思いますか。今聞いても遅いか。なのでちょっと千葉方面に今から向かって、釣り具屋さん探しながら行こうかなと思います。やっぱ皆さんいい人ですね、本当に私こういうなんか広報活動みたいな、こうお願いしますみたいな、ポスター貼ってくださいっていう営業みたいに慣れてなくて、すごい店入るたびに緊張してたんですけど、めちゃくちゃ皆さんいい人でね、心よく貼っ
ていただきました。でちょっと霞ヶ浦の情報とかもね話しながら村田さんともねお話しして、いやすごい良かった、楽しかったです。はい、なので今からちょっと千葉の方に向かいに行きます。しっかり夜になってしまいました。ラストは釣り具一番館さん奈良市の店にやってきました。常にツイッターでね、私が明日回りますっていうことをツイートしたら、データください貼りますって言ってくださって、すでに貼っていただいてはいるんですけれども、ご挨拶に来ました。はい、久しぶりにやってきました。おなじみの景色です。一応ね、もうすでにね、ちっちゃく、あそこに見えますか、貼っていただいてるんですが、一応正規品も持ってご挨拶に行こうと思います。すごい、一番目立つところに笑ありがとうございます。はい、わぁ、もうすごいですよ、もうドーンドンですね。サイン入りで貼っていただきました。広報活動が無事に終わりました。はい、ちょっとトイレ行きたい、めちゃくちゃ、はい、ということでね、出し目の動画はちょっとゆっくり後で撮ります。はい、ということで無事に帰宅いたしました。いやー、長旅でしたね。結構ロングドライブでした。ご協力いただいたボート屋さん、そして釣り具屋さん、ありがとうございます。はい、6月26日ですね、北総ゲレンデにてバスクイーンフェスティバル開催されますので、たくさんのご参加お待ちしております。女性はぜひバスクイーン部門でご参加していただければ嬉しいです。もちろん男性も、参加 OK ですので、ご夫婦だったりカップルだったりでご参加して楽しんでいただければと。キッチンカーだったりとか、いろんなメーカーさんのブースだったりとか、本当ね、釣りフェスティバルというだけあってお祭りみたいに楽しいイベントになると思いますので、ぜひぜひご参加いただければと思います。お待ちしております。はい、そしてインスタグラムの方では投稿したんですけれども、動画の方ではちゃんと言えてなくって、陸上春の陣応援いただきありがとうございます。結果はね、残すことは、私はできなかったんですけれども、動画を見ていろいろ反省した部分もありましたし、ここが足りないなとか、いろんな課題点が見つかって、すごく自分的にはものすごくいい経験ができたなと思っておりますので、秋の陣に向けてまたこれからバス釣りと向き合っていろんな場所に行って自分の技術や知識を磨いて、まだまだ精進していきたいと思いますので、引き続き応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おじゃのー。